と待ってね、その時にあれももちろんそこで即死したし、祖母も即死したし、幼いあの3歳の弟も、で他の人たちもそこで、あのもうこの棒でね、そしたら結局やられたらこの肉が、ピュンがバーッともう散ってね、散って、そしてもう棒も狭いでしょ、狭い中で私のそばに誰だったのかな、もういるけどね、ペターンってして、もうこの辺はもうみんな血と肉、もう今想像もできないんだけども、私ももうその時に、あ、私も自分でやられたと思っているわけ。あの本当にね、今話すのももうあの恐ろしいっていうか、もう本当に悲惨なあの地獄へ、もうあの映画に出てくるようなものでは本当はないのよ。本当にもうあの瞬間でも不思議をね、何もただ呆然として、何が起こってるのかもうわからない。で私は見てはいるけど、この光景をもっと母たちは見せたくないわけでしょ。こっちから出なさいって、まあ引っ張り出されたような、もう呆然として、何が起こったか本当にわからない状態だからね。母親はどうせ死ぬなら、もう自分が生まれて育ったところで死のうねって私たちに言うわけよね。今ならうーんと言ったはずなんだけども、逆に喜ぶって言ったらおかしいんでしょうけど、もう死ぬのを納得してるわけね。もう戦争はあのそのぐらい人の心を変えるっていうのを、本当に人の心まで変えるねと思うのはそういうことなんだけども、それで生きてる人だけを、多分ねこのね、亡くなったのは新垣だから、何でか知らんから、孫にがすごくね、あのもうこのあの崖っていうか、あの孫のこと海にね、そこにあのなんていうかな、結局は母親の考えはあの海、あのその海伝いに歩いていって、それであのなんていうかな、与那原、与那原について、与那原からは首里は歩いて近いから、そういうふうにあのしようと思ったんでしょうね。そしてね、大人がなんか紐か、夜だから見えないけど、何の紐だったかわからんけども、とにかくあの下しちゃんだんきよってあのワービン長家下にね、あの大人があのちゃんとあの大人が先に一人は降りて、そして自分たちをこう支えるからして、一人ずつあの本当に何かを支えて、夜だから見えないし、もう肝いっぱいあるところにあのもうみんなあのこう降りていって、他のあの家族も一緒にね、あのこうして降りていって、そしてあのしばらくはすぐはいけない、もうその時からはあのもう兵隊もあの兵隊、アメリカ兵ももう上陸しているのよ、もうね、あのだから戦車であのやっ
ったとか飛行機でとかいろんな家のだからね。そしたらちょうどね海がほら海には岩にこんなになってるとこあるでしょ。そういうところにしばらくは隠れていたのよ。そしたらなんていうかね前のね映画でよくほら船で出てこい出てこいって言うでしょ。あれ全く同じ本当にあんな方にね声かけていた。でも私たちは何兵隊に捕まったら殺されるっていうにしか教えられてないから。してね前見たら本当にねもう死体が水ぶくれっていうかな海に沈んでかみんなもう膨れ上がっていっぱい死人がいっぱい浮いたり岸に運ばれてるけどなんでかねああ大変だねとは思うけど何も助けようとかあるいはかわいそうそういう感情がね全くなくなっているからそういうことでしばらくは私はそこにいたけどあるいはその日本軍が来てねその友軍が来て友軍と言ってたけどね友軍が来て一般人には何もしないからあんたちはそのまま捕虜になりなさいってこの人はいい人だったんでしょうね。みんなで出ようとしてる時に一人だけね蒲で怪我をしても軍服をつけて震えていた子がいて母親は「なうれかわいそうなうれ軍服ちいね軍人と思って殺されるから」と言って多分私ね学徒も若かったしね一中生ではないにしてもこの学徒の兵隊だったと思うけどね「やんまじゅん」いかと言って、うぐとうしいねや、まあ、すっくるさりいいことと言って、母親は死人から着物を、もう死人がいっぱいいるさね。だからそこから着物を脱いで、この子に着せて、で、一緒にそこから、また家族として出ようねと言って、出たのよ。みんな殺されても、みんなトラックに、乗せられて今度ねその与那原にその当時浮桟橋といって大きな船が止まっていてこれにもう捕虜された人たちいっぱい乗せてねで大きな船に乗せたら最後までね私はあまた今度海に捨てに行くのかねとしか思ってないわけしたね。母親はまたね、ヌンシワサンキヨって心配しないでって、最後まであんたちを守るから、ヌンアランドって自分がいるから何でもないよって言われて、母親にそう言われて、やったらね、着いたところが、二見っていうクシソンの、もう掘ったて、小屋みたいの難民なの下は竹みたいのでしてねでそこに私たちは入れられたけどこの怪我をしていた子も破傷風でそこを取られてから亡くなったんだけどもねなんていうかなそれからね戦後も大変なのよ。だから戦争はとろこの戦争で戦っているだけじゃなくって戦後は何が大変かといったら今度食べ物がない。だから私はまあいくらか配給制があったとは思うけどもう食事ももう野草っていうのその臭さつまりねそういうのも母親はね虫がかむし人間も大丈夫って生きると言ってね
首里に帰ってきてもまた大変なのよ。もう賞味期限が切れたの。軍事のね、今あの昔あの希望の西森ってあるんだけども、向こうチリステバだったのよ。向こうね、後ではあの芸術する絵を描く先生方の部落になってたけどね、そこにあのトラックで捨てに行くんだけども、やっぱりあの掘り取れてた日本軍の人たちは賞味期限とかなんとかも関係ないさ。多分あの軍ではそういう賞味期限切れたのを捨てにだけど、それをねまたあの投げるのよ。投げてあのすごい私は子供たちもこれ拾って、だから本当なんか惨めとかなんとかではないさ。もう食べ物もない頃だからね、あの昔のじゃなく自分たちの母親たちは子供をあのいかにあのどうしたら子供をかばうか、自分は死んでも子供をかばうという本能はすごいなって。だからね、今の現代の人も私も母のようにはできないかもしれんけども、母はすごかったなと思うのよ。何でも自分が前に行って最後まで子供たちにはあの元気でね、あの守ろうという気持ちがあったと思う。母親はね、あのその後みんなあの遺族年金の申請があったんですね。父親のは年金としてあの申請をして、母親ももらってから亡くなってるけど、姉ののはやっぱりあの野生看護婦だったから該当してみんな申請をしていたんですが、やっぱりあの母親はね、もう自分の子供をあの国にお金もらうと売ってるような感じという、なんかそういうあれでね、あのとうとうあの遅くからもうみんながみんな、これはもう戦争でみんなね、国が当然出すべきであって、みんな子供たちのもらってるのに、やんなさいやんなさい、やっとやっと申請を、じゃあもうみんなに言われてあのやってもらわないうちに亡くなりました。なんていうかな、あの戦後もあの戦争っていうのはね、戦争中も人を殺し合いして大変なんだけども、ずっと延々にその傷はねあの続くのよっていうことをあの皆さんに、若い人にはあの知ってもらいたいなってあの思うわけよ。